ムーブオンライン。茨城県北西部にある自然豊かな町大子。県立大子清流高校は県内有数のウェイトリフティングの強豪校の一つ。重量挙げ女子48キロ級安嶋千秋選手。安嶋選手は全国高校選抜大会など数々の大会で優勝。今年ロシアで開催される世界大会に出場を決めた。そんな安嶋選手の素顔に迫った。顧問の熊木先生が勧誘をしてくださって、であと友達も一緒に入るっていうことになったので、はい、勇気を持って入りました。楽しいです。どんな時に聞いてもらう。やっぱり一番は記録が伸びた時とか、あとはやっぱり仲間と一緒に汗流しながら辛い練習やってる時が達成感があったりして楽しいです。やめたいと思った時も何度かありますね。どうやってそのやめたい気持ちを高校していったかっていうのは、やっぱり一緒にずっと3年間やってる松本真希ちゃんの支えっていうのは大きかったですし、あとは家族とか、そうですね、そういうのが人の支えというか、それでなんとか乗り切っています。最初私も筋肉ムキムキになっちゃうんじゃないかなとか、足太くなっちゃうんじゃないかなっていう思いがあって、ちょっとためらいもあったんですけど、実際やってみるとこう原因不明のやつが取れたりだとか、本当に楽しいので、やっぱりなかなか競技人口少ないかもしれないですけど、やっぱりやってみると本当にいいことがいっぱいあるので、ぜひやってほしいなっていうのはあります。ウェイトリフティングでは力強い姿を見せる安嶋選手。普段はどんな学生生活を送っているのだろうか。やっぱりあちあちゃんも優しいと優しいの、力持ちで力持ちで頭いいし、勉強もできるし運動もできるし、はい、なんか抜けてるよね。抜けてないよ、しっかりしてるんだ。そう、天然のところが気迫が違う。何それ。余裕じゃない、余裕なの。なんかつい嬉しくてにやけちゃうから立ち上げ当初からウェイトリフティング部に携わっている監督の熊木義明先生。安嶋選手の力を見抜き勧誘をした先生から見た現在の安嶋選手の姿とは。まあ体もそうですし、精神面でもブレがなくなってきたと思います。まあ、選手としてオリンピック出られればいいですけど、その後もできれば指導者として茨城県からどんどんオリンピック選手育てていくような、そういう存在になってくれたらなって思ってます。無理しないで怪我をしないように。そういう大舞台に立てるっていうのはすごいいい経験になると思うので、まあ自分の記録は世界ではまだまだ下の方なので、やっぱり他の強い選手の練習というかアップを見たりとかいっぱい勉強して帰ってきて、で記録的には155、トータル155、自己新を取りたいなって思います。